はい、はい、よいしょ、20分、ね、このコラボ久々です、ね、そうですね、このコラボね、2人で出るのが、うん、はい、今日はそうですね、日本一の駄菓子売り場ですね、はい、ですね、もうお祭り気分ですよね、完全に、はい、じゃあちょっと入ってみますか、行ってみたいと思います、はい、駄菓子って言うだけでそそられるところはあるんですよね、やっぱり。あ、すぐこれ。あ、こういうのもあったり。やってたみたい。昨日ですね。やってたみたい。これ、まあ、すごいわ。何がすごいって、レジ間違いやばい。子供心くすぐられる感じでもなくなってきた。アドレナリン出てます。アドレナリンが出たんですけど。裸祭りに近いんじゃないかぐらい、これ並ぶのが本当にね、ちょっと冒険する感じですよ、はい、15分ぐらいに並ぶんかなと、レジの人は大変ですよ、本当にだ全部覚えてるのかどうかですもんね、これ値段だね、確かに値段と、もう完全にもうコストコみたいになってますよね、これなんかね、あ、でもこれもその名残なのかな、そうだと思うんですよ、多分、ね、男たち、こなんかね、加工そう、するところなんでしょうね、多分、ね、うん、利用して多分、利用してこうなってるんだよね、あ、懐かしいのあった、懐かしい、これ青リンゴガム、これ懐かしい、これ、押してね、後ろこれね、これなんか当たりがあるんですよね、これ懐かしいな、ね、懐かしい、これは懐かしいです、ここはなんか昔の駄菓子屋みたいな感じがするっすね、ちょ再現します再現します、再現、駄菓子屋始めたということでちょっと行ってみたいと思います、あ、それジュネンね。ジュネンね、とね、当たりあるからね。そうです。ね、あ、いや、まあそうなって、なんかね、周りの人は YouTube 撮ってるよみたいな。はい、アウェイ感がある。でもね、ちゃんとね、これはほんまみんなが書くような感じのノートになってますね。お菓子大好きとかね。すごく人が多すぎて狭い。ちょっとすみません、宣伝させてもらってもいいですかね。あ、そうだね。ジュネンね。超意識みたいな、はい、超意識、はい、うん、お手長いコーナーよね、5000円もすんだ、もうほんまに大人買いだ、大人じゃないと買えないな、5000円の要素ってある、じゃあどこに要素があるのかわからないですね、だってこっちはだってドラゴンボールあたり、これも5700円しますよね、うん、あ、これもしかして景品だったみたいな、あー、でもそういう感じだったんですかね、昔の景品を集めた感じで非売品だから、そういうことだと思うんですよ、これ買ってどうせ、そうですね、これ結構あるんですよ、これね、1個で十分かなっていうところですよね、何本入ってますか、6本、うん、これもこんなに、こんなにいるかな、これはね、つむつむも、あ、柔らかい、これじゃない、書いてある、書いてある、ダメですよ、良い子、はい、そうです、真似しないでくださいね、はい、ま、祭りの、そうですね、夜市とか、夜市系だったのね、祭り系で売ってるもの、うん、が売ってる感じですね、ね、これは俺自分の車も、自分の車にあるんだけど、これは自分の車にこれ持ってるんだけどね、本当にもうやってる本人と楽しそうだけどね、これでもこれ あんまり変わらねえ、変わらねえってことだよ、こういうことノブリン、用ってやつあるんですよ、これ、え、何、飛行機、え、どれ、あ、ほんまだ、これ昔、懐かしい、買ったってやつじゃない、懐かしい、ねえ、これこれ、それ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 、普通の駄菓子屋にも売ってないと思うでしょ、でもこれこれ、あ、これマジマンジーっす、違う、あれ今のはやばいっすね、ドイツかよ、あとお面だったりどうね、あったかしら、こういうのあったでしょ、こういうこれね、1枚めくって何が当たるのかってやつ、確
ドラゴンボールってあった。参加しなくなってきて、そうですよね、見てるだけでも満足っていう、確かにいう感じなんで、並ぶのはちょっと20分はだめ、ずっと向こうあるから、10分は無理や、ね、もしもここどうしても売ってないっていうお菓子があれば並んで買うかもしれないですけど、もし来るんだったらやっぱ平日なのかな、平日そうですね、時間があれば、まあでちょうど今日じゃなくて明日もね、なんか駄菓子の日とかでなんかやってるらしい、まあ明日の方が多いかもしれないね、明日も仕切り3連休はい、はい、まあぜひね、はい、来てみてほしいです、はい、はい、岡山からお送りしました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします、はい。18金融だろ、禁断の、あ、なるほどね、あ、でもこれは通信大丈夫、大丈夫じゃない、これ、あ、ブラックスワンみたいな、こんなね、あのスナックだから、あ、なんか こういうね、なんかこうゲームでなんかね、こうね、なんか年末って感じしますこれ、さすがにね、まああとは一緒ですね、一緒ですか、まあでもこんなもんです、これよくスーパーで見るね、分かったですよね、これ18金じゃないですよね、18金じゃ、18金かと思ったんですもんねこんなんがあるんですね、本当にいつもスピチューブ見てくれてありがとな、これからもよろしく。